はい、こんにちは、キャットマンです。ですね、見ました。リバープール対シティ、エンド爆裂してましたわ。デブライネ完全に抑え取ったっていうよりも、なんやろな、裏に抜ける動きはなくなったな、デブライネ。結構前半の10分5分ぐらいは裏抜けてチャンス迎え取ったのに、あれが急になくなって、中へ入ったら遠藤の餌食になっとったもんな。遠藤恐るべしやな。遠藤余裕やんな、余裕で相手潰しにいっとんもんな。なんかすごいわ、あんなできる、あんな広範囲。また後半1対1になってから、後半最後の相手の守備的ミッドフィールダーに来る、取りにいっとるもんの前まで。まあ多分マクアリスターもそんな感じでしとったと思うんやけど、中盤制覇しとったな、やつはすごいな。なんかおかしい、久々に書くで、書かなしゃあない。日本人怪我しすぎや、出てないもんな今。遠藤ぐらいちゃう、出とんの。橋岡も、あいつスタメンになるで次。橋岡よかったで。なぎ倒すもんな、ホーデンとか、デブライネ。ワールドクラスっておかしいけど、遠藤がワールドクラスすると、このクラスが来ると抜けやんねやな。突破できてなかったもんな、遠藤抜くんが大変そうやったな。あー違う、あれ遠藤抜くん大変やったやろな、すごかったもんな。そんな抜けへんもんな。まあ遠藤対策するなら、もう遠藤の裏でもらわなあかんな。走り込んで引き剥がさんと、遠藤の前でもらうとちょっと偉いよな、ような気がした。遠藤はいつも笑顔で、いや遠藤はこれなんや。遠藤こんなちゃうの、いつも。俺いつもこうやって書いてるけど、遠藤はこのいつもニコニコな感じで、平気で相手ぶち倒しますよっていう、こういう感じやな。よし、でシティの選手書かなあかんもんな。シティの選手はぶち倒されてましたよ。ホーデンも軽くやられてましたよ。ホーデンも、違う、こうじゃないな。ホーデンも、軽く吹っ飛ばされてましたよ、ホーデン。こんな感じか。難しいな。こんな感じでホーデンも、フォーデンも軽く、ああちょっと違う、軽く飛ばされてましたよ、フォーデンも。もう吹っ飛ばされとったもんな。デブライネ全然あかんだな。日本嫌いなんやろか、ああいうちまちまするあたり、体から当たってくるで。フォーデンも軽く吹っ飛ばされてましたよ。こんな感じだったな、フォーデンも軽く吹っ飛ばされてましたよ。で、一個消そうかわからんで。よいしょ。フォーデンも簡単に吹っ飛ばされてましたよ。あの程度なんやな、結局。まあ確かにマクアリスター結構フォローしに来とったもんな、
近くにおったもんな。まあどうなんやろ、遠藤は決して一人ではないってことやな。うまいこと衛星のようにソボスライは、ソボスライちゃう、なんかあのソボスライみたいなやつ忘れたけど、あれはおったけど、デブライネまでも吹っ飛ばされとったっていうか、全然振り返らさんもんな。あれはちょっとえぐいな。ソボスライ、ソボスライちゃん、誰やったあれ、そうそう、ソボスライは上がりっぱやったよな。そうそう、ソボスライ下がってくれやんもんな。おっとっとっとって感じばっかりやもんな。苦手意識あんのか、日本に。ベルギーって。わからんけど。こんな感じでもう、後ろから背後、背後さ、こう、こんな感じでさ、もう押されまくってさ、遠藤に。もうこんなんやて、厳しかったよな。全然耐えれてなかったもんな。でもこの前なんかプレミア見たけど状態良かったけど、そうか、裏に抜けとったでか。要するに対人はまだってことか、デブライネ。そういう気がしたな。デブライネ悪い選手じゃないな。ただもうひょっとしたらやけど、ちょっと対人には無感かもわからんな。後でボールかっか。いやすごい試合やったな。前半だけ見て寝ようかなと思ったけど、ちょっと見てまったな。すごいよ、マジですごかった。それもまあ試合も良かったな。あのなんていうんやろ、何が良かったってさ、なんて両方ともホームにユニフォームを着とったっていうの、ホームってホームカラーになるんかな。あれ良かったなマジで。まあ今から色塗るけど、これちょっと濃いんやな。こんな感じやな、光って見えへん色。良かったあれ、結構ええもんな。もっと濃いか、もっと濃いか、リバプール。あーこんなもんか。ほらクロップを延長するんちゃうんかとは思うんやけどな。延長せんか、せんわな。インドな、黄色っぽいシューズか。最近シューズ買ってないで分からんな。よいしょ。で、はあ、すっごい良かったな。良かった。守備に徹しとるって思ったけど、これでもまた成長しとるもんな。なんでまた成長してるって言い方おかしいけど、そのなんていうの、いやーゴール前に一回飛び出したもんな。あれガクポと決めとりおもろかったのにな。前に出るようになったもんな。確かにそっちの方がええかもしれんな。マクアリスタ偉いよな、あれじゃ後ろまでフォローに来るで。そうすると、マカリスタがフォロー来た時、遠藤が上がれば、体力も温存できるし、悪くはなさそうやけどな。そんな気がしたんやけどな。どうなんやろな。確かにそれの方が理想的やな。スタンダード、スタンダード、あ、何やこれ、
スタンダード。わからん。CAT、シターディット。知らん。ナイキ。ナイキ。なんか、リバプール FC か。かっこええな、これ。LFC。これだけやもんな。ああ、袖白なんやな。若干白な入っとんねやな。あんまりリバプール適当やけど。まあ、でも評価しづらいな、あれやもんで、ね。ボランチとかのポジションって、画面で見るほど影響力って分かりにくいもんな。あれ、なんやろ、一緒の、こう、ピッチに、ピッチ内で見とっても分かるんや。ピッチ内じゃピッチ外か。見ても分かるんやけど、その、ピッチ、もう何のピッチレベルで見たらよう分かるんやで、あれ。本当に。結構ね、結構、わ、聞いとんな、あれってなるんやわ。やったらと。でも、今のサッカーで、ピッチ聞いとるな、とか分かるんやろかな。あ、難しいよな。分かるんやろかな。ああ、塗りつぶし。聞いとるな、っていうのが分かるんやろか。めっちゃ聞いとるってあるんやわ。どこにでも質問するっていう。結構今狭いもんで、割にその、おるよね、近くに。その辺が。近くにおる、言い方おかしいかな。なんて言うやろな。偉い、こう、頑張って走っとるなっていうのがな、あるんやけどな。ちょっとこれあかんか。ホーデン吹っ飛ばされ。ホーデン吹っ飛ばされとったな。ホーデン、これでな、まあ、後ろからやで、そんなに大したことない。ホーデンのあれがわからんわ、スペルが。怒られるでな、ホーデン。もういいか、ホーデン。いやいや、怒られる。ホーデン何番や。ホーデン47。お前、わかりにくいやろ、47。カタカナで書いたろうかな。本当に47やったか、フォーデン。消されたぜ、フォーデン。今からやで、あれ。シティにおるで、いや、一回出やなあかん、あいつ。わからん、まだフォーデン。一人でどこまで活躍できるか。レアルとかで行ったらきついやろな。多分。どうなんやろ。フォーデンのスペルわからんわ。どれ、フォーデン。教えてくれ。どこにも乗ってない。フォーデン。フォーデン。もうええわ、フォーデン。フォーデンって書くかな。フォーデン。もう調べるか。ウィキペディア載っとんの？フォーデン。マンチェスターシティあるわ。結構ユニフォームの背中乗ってない？ウィキペディアあるやん。もうこれでええの？フォーデンで乗っとんの？本当に。フォーデン。ほんまにかよ、これ。フォーデン。こんな感じで、ま、なんか誰か言われそうやな、また。間違ってますよって。いやいや、俺そこ断ってないんやけど。いやいやいや、やっぱこだわらなあかんな。そこそんなに見てないんやけど。じゃあデブライネも何番か知らない。デブライネ、戻れ。デブライネ。デブライネ。え？デブライネって何やろ？デブライネ見つかりませんでした。嘘やろ。嘘やろ。ウィキペディア、デブライネじゃないの？デ、ブ、ライネ。デ、ブライネ。違うよ。俺やん。ケビン・デブライネ。
けん。あ、しまった、これちょっと残さなあかんのか。この色欲しいで、塗りつぶし、いや、ちゃんと足したか。これこっちや、よいしょ。デブライネ、あんな体型やってな。いや、名前はしちょったけど、プレミアもね、今年からこう見始めたもんで、プレミアリーグすごいな、おもろいもんな。ただそうやな、スペインリーグになるとまた離れちゃうもんな。遠藤もスペインリーグ行ったらどうなんやろ、取れやんよな、あのパス回しで出て取るんやろ。でクロップも延長するんちゃうのかな。デブライネ17番だよな。へえ、17番、白、2ぐらいでいいか。でブライネ違うような気がするけど、なんか結構違うもんな。ファンダイクもなんか違うの書いてあったもんな。こんなもんか。で全部を書いて、遠藤がまず一番上に来なあかんないな。 OK、 こんなぶっ倒しちゃったもん。フォーデンは前の方がええんか。これはこっちで倒しといた方がええ。ああ違うわ、やっぱりエンドが上でええわ。ああなんかうまいこといかん。これでもマジな、ちょ俺もボール書いとろうか。ボールはまたもう一個足さなあかんか。一番上か。いや、よかったよ。ほんとよかった。よかった。安心した。違うな。ああ、ちっちゃい。ウリアー、この辺やな。この辺。遠藤からボール取り合うのが笑えるわ。あんなんでええんやろかな。もう一輝きいるんかな、やっぱり。前に飛び出さなあかんのかな。まあ、あのチームで攻める必要ないけど。すごいな。すごい、これ、言葉が難しい。これ、多分、遠藤渡るは多分やけど、思ってること、遠藤が思ってることを書こうかな。多分し多分本人もびっくりするんや。多分。絶対本人びっくりしとる。これは、ああ、ちょっと、これはちゃんと書いてらなあかん。ちゃんと、本音を。俺。し、あ、違う。
賭けやん。わかるこの意味。多分遠藤本人もびっくり。おお、これちょっと賭けやんぞこれ。難しいぞこれ。お、賭けた。賭けやん。俺シティ戦で活躍してるってこうさ。違う、これあかん。こうじゃない。欲しいコメントがない。今日ひらめか。これはもう遠藤もうびっくりしてるパターンでいこう。モアモズマッチやってんな、リバプールが選ぶ。え、MM？控えめなところがええやん、遠藤の。なあ、控え、え、マオブザマッチって。遠藤渡る。そうやろ、この、控えめなところがええやん。遠藤こう。これ橋岡の色になってるやんか、ルートンの。これええやろ、このなんて言うやろ、控えめなところが遠藤の。あ、最初からこの色でええやん。ええ感じやん。ちゃうちゃう、ほらできた。え、マームザマッチって遠藤渡る。すごいすごい。このマンチェスターとシティ戦、世界最高峰の試合でマームザマッチ、遠藤が控えめに、え、俺マームザマッチって遠慮をしてるところがを書きました。キャットマンでした。チャンネル登録よろしくお願いします。